はい、どうも。今日はローチューバーレディオ親父という風な人の YouTube 動画を見ましてですね、見てる最中だったんですけどね、たまらずロックしようかと思っていますね。というのも、YouTube で起業しなさいと、60歳の人、親父さんが、いろんなデータを上げてですね、詳しく解説してますから、ひょんなことから、再生回数が伸びれば、収益になります。まあ保証はありませんと言われるんですけどね、僕もまあいいかなと思いながらやってます。自己満ですこれは。それで収益が得られるんならいいかなと思ってやってます。ガツガツやった方がいいんだと思うんですけどね。やる人は1日8時間徹底してやって YouTuber ということでいけるんでしょうけどね。とりあえずローチューバーレディオヤジの YouTube 再生を見てですね、やってます。今日出したんですけど、Facebook は8年、去年で8年、8周年だっていうふうに、Facebook の方でお知らせみたいなのがありますけどね。YouTube と、Facebook は違うわけですけども、合体させて、やってるわけなんですけどね。今日もプレパッド見て感想というか、ちょっとびっくりしましたね。冬一人湯船湯けむりシャワーのねというのを去年の暮れに書いて、そうですね、冬に独り身だけども、お湯を張って湯煙が出てシャワーの音がして、あったかいよ、寂しいけどあったかいよというようなところだったんでしょうかね。自分ではなかなか気に入ってますけどね。夏井先生はどういうふうに添削するかわからないですけど、ただ単に言葉を並べただけのような感じでもありますけどね。来週は浅草浅草寺行く写真で行くだったんですけど、これもまた3年ぐらい前ですかね。タイムライン、に載せたので、参道を歩き無になり、初詣。今年何も初詣行けなかったので、っていうか、いつ行っても初詣なんだと思うんですけどね。
最初初詣という括りではないかもしれないですけどね。それでやっていうのをタイムラインに載せたところ、その写真が出たので、その浅草寺行くところですね。びっくりしてます。とりあえず今日はこんな感じで。ではでは。